はい、皆さんこんにちは、タラさんのごぞんです。そして竹坂です。どうも、宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価と通知音よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日はミューズ使用後ガチ評価ということでね、リッキー重心体の資金限定からミューズを使ってみたので、はい、評価していきたいと思います。お願いします。はい、はい、ちょっと引けなかったんですけども、はい、まあ仮門やら、あの、うん、フレンドやらで、うん、結構使わせていただきました、はい。こちらですね、まず音楽の女神ミューズ、はいはい、反射のミューズですね、スピード型のダメを超ウィンド友情コンボかけるにバブリーモード、アンチワープ、アンチ魔法陣、そして、ヘキサゴンボムとコースピアップとなっております。バブリーモード、バブリーモードストライクショットが毒弱点カウンターケアになるという、まあ、新 SS ですね。はい、まあ、まずバブリーモード、うん、25% 緩和スピードが減速率。なるほど、はい、これ文言で書いてあるんだ割合まで書いてあります。珍しいですねこれ、うんうん、でここに、まあ、超スピードありまして、うん、あと超ウィンドありまして、あと自前でスピードアップ2つ持ってるんで、うん、まあ、爆発のやらで、はい、まあ、誘発してもらって、まあ、あのヘキサボンボムで自分でなんか誘発するときもありますと、うん、いう感じで、とにかく足速いです、うん、特に初ターン、うんね、バブリーモード状態の時はね、うん、1回動いたらねバブリーモード溶けちゃうんで、うんうんうん、やっぱりバブリーモードの時に積極的に殴りに行ったりね、うんうん、したいですね、うんうん、ですね、まあ、なんでめっちゃ足速いんですけど、あの殴り力っていうのは SS 打たないと低いです、うん、切らないから、うん、そうなんだよね、うん、ダミオワープもね超じゃないっていうね、渋ってるよね、うん、俺これ渋ってますかなり、うん、はい、渋ってるんですけれども、まあ、なんか例えばなんか価値がなんか10体ぐらいいるとか、うん、まあ、そういうワンパン系の雑魚処理には非常に強そうな性能だなっていう感じですね、うん、はい、はい、で、現状 の、 あの適正クエストなんですけど、うん、まあ、未開37ですか、弁慶が強いところ38ですか、37です、はい、弁慶が強いところではちょっとまだ来てないんですけど、うん、14日からだと思います、うん、まあめっちゃ強いでしょうねと、うん、はい、いう感じですね。あそこ難しいんで、うん、足が速いのもいけるしね、まあコスピアップで勉強との合わせも非常に強力ですし、うん、いいんじゃないかなと思います。あとセイラムね、明日っていうか今日ちょっとこれね、あの出た日に撮ってるんですけど、ミューズが、うん、はい、はい、土曜日から降臨する、超究極祭のセイラムでもおそらく最強格、うん、でしょう。まあ、強いんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、バチバチのハマリクエストだった場合はちょっとバブリーモード生かしづらいかなとは思ってますけど、ね、うんうんうん、どうなんですかね、そこは来てみないと分かんない、うんうん、まあ、でもこのスピードアップ ×2 っていうのが弱かったことって今までないというか、うん、まあこうまでもらってるのは偉いですね、うん、フォースピアップ ×2 ということでね、うんうん、まあ、役割っていうのは、今後も確実にあるキャラです、うんうん、ヘキサボンボムは別に普通なんかトライアングルボムです予想通りってなんかトライアングルボムなんだよねそう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 、俺はあんま好きくないっすね。あ、まあなんかトライアングルボムだなって感じなんかトライアングルボムスピードアップの組み合わせ何なんだろうね、うん、あ、なんかおるじゃん、なんかいたっけ、いるじゃん、あのアビチュ、そう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 、アビスとかさ、はい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 、ちょっとね、なんか、うん、好きなんだろうねこの組み合わせ多分、ね、まあ威力はまあそこそこ出て、うん、まあ誘発もそこそこできてという感じの、自身で友情ですね、誘発してスピードアップするみたいな、うん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 、話なのかないう感じで、うんうん、まあなんか別に特別強いわけじゃないけど、うんうん、特別弱いわけでもない、まあ誘発としては結構優秀だなと思いますね、うんうん、はい、まあ、弱った敵をね狙ってくれるということでね、うん、まあ、なんか飛ぶ位置とかがちょっと分かりやすいのもいいのかなとは思います、うんうん、はい、で、SS ですね、うん、あの毒弱点カウンターキラーになる、はい、はい、これ8ターン目が 1.5 倍全部キラーが、うん、で2段階目が全部2倍になるということで、うん、まあ、2段階目が3全部乗ったら8倍になるんですよね、うん、それすごい話だよね、うん、これはとんでもない話で、この8倍出た時の火力っていうのはやっぱすさまじいものではあるんですが、まあ、現状毒枠が、リュウホウと白蛇伝、うん、セイラ、明日から来る、明日から来る、うん、
セーラム SS 打ったら毒っすね、でセーラムもね8ターンのストライクショットなんで、うん、セーラム打った後にミューズの SS 打つっていうのは結構ありそう、うん、そうやってくださいって言ってるよね、うん、いう感じですね、うん、ダメオウィンドウワープ全部一緒かな、うんうん、なので、多分セーラムと使っていくことが多くなるんじゃないかなと思います、うん、で白蛇伝がちょっとパワー低い感じするよね、まあ、白蛇伝、うん、まあ悪くはないけどねえ、なんか超バランスまで行きたくねえなっていう感じだけど、こいつの合わせは強いだろうね、うん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 、普通に、まあ、毒が確実に乗るのでそう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 、っていう感じですね。ちょっとね、毒まで乗らないと、あ、こっちじゃないね、まあ、4倍までなので、うんうん、あとやっぱ反射の弱点キラーなんで、うん、なんか最高倍率っていうのはやっぱり結構大変かも、うん、ね、カウンターキラーも事情によるしね、そう事情による、うん、だからやっぱザラキゲンパチのやつにしてほしかったですね、全属性キラーじゃなくて全属性カウンターキラー、そうやっぱ毒キラーっつうのがねちょっと癖だよね、癖ですね、これやっぱ合わせも必要になってくるっていう、うん、なんか最近ね毒キラー好きですよね、確かに、ね、ほんに、うん、なんかやっぱキャラを売りやすい、抱き合わせで売りやすいそうそうそうセット販売しやすいよね、うん、なんですけれども、まあ本当に毒必須とは言わないですけど、強く使いたいならやっぱ毒のキャラと一緒に使いたいなと思います、うん、まあ、結局ね、あのゲージ魔法陣とかも俺ちょっと気に入らないですね、このキャラ、やっぱひよこビームとか、ね、そうがある中で、うんうん、毎回打ちたい時もありそうじゃない、まあ、しかも回したいじゃないですか、下のSSって、そうですね、うん、その時なんかピューピューってされたら、うん、Oh my god ってなるわけじゃないですか、うん、そうですね、そうなっちゃうと嫌なんで、うん、ちょっとゲージ魔法陣はちょっとマイナスポイントかな、うんうんうん、個人的に。なんか次 の, そのセイラムでも俺ヒヨコビームの可能性もあるなと思ってるんで、うん、そうなってきてきたらめんどくさいなって、いや大丈夫だよ、大丈夫かな、ここでミューズ出たってことは、うん、明日のセイラムでバチバチなはずだから、バチバチかな、大丈夫、信じてるよ、うん、むしろ信じてるよあとあれですね、ビナーと一緒に使った時も強かったですね、結局本当に回せるの、うん、チャタンチャエルで回せるっていうこともあって、うんうん、まあでもやっぱりねこの SS が使いづらかったですね、思ったより、うん、うん、強いけどね、結局なんかキラーカウンターキラーだけとか、もうカウンターキラー乗らなかったら本当に何のキラーもないみたいなことがね結構、そこがね、うん、自供がないんでしたっけ、自供がない、そこ渋いよね、渋い、うんうん、まあとにかくまあでも本当サポートキャラ、うんうん、より、うん、そっちに振ってる部分の方が大きいね、うんうんうん、どちらかというとこのコースピアかける2で、うん、っていう感じですね、はい、とにかく役割は確実にあるキャラなので持ってて損はないと思いますが、はい、まあしばらくはセイラムとミカイ37とミカイ42かな、うんうん、そこでの活躍になるかなと個人的には思ってる、はい、といった感じで、はい、したはいした、希望、はい、希望の女神ミューズ、貫通パワー型の超ダメをマイン EL アンチ魔法陣源流富士 EL、うん、そして、ラン SS 短縮弾ね、はい、新友情プラス白バック EL、 SS が反射になってアクセラレーターになる、まあネオのやつの逆版みたいな、はい、はい、オーランジねですね、という感じになっております、はい、そうっすね、そうっすね、まあ天魔2の特攻キャラとしてね、はいはい、まあ、いや特攻だと思いますよ、生まれたキャラだとは思います。で、天魔2には、はい、まあなんかドラゴンの雑魚が出てきますよと、はい、なんか細長いやつね、うん、いますね、うん、あいつにキラーが刺さりますということになっております、はい、がこうあいつらもさ、うん、あの水ドラゴンのやつもこの挟まれる人とちょっと離れてる人いるでしょ、うん、で離れてる人はワンパンできるんですよ、うん、でもはこの挟まんなきゃいけない人はマインまでないとワンパンできないんですよね、うん、なるほどね、めんどくさまあ確かにって思って、うん、超マインが良かったまず、まあ、超マインを渋ったね、そうっすね、超マイン M でいいんですよ、 M で足りるからさ、はい、超マイン M が良かった、うんうん、なんですけど、まあ、あの地雷を持ってワンパンしてくださいっていうですね、うん、それかまあストライクショット打って2回当たるかみたいな、うん、俺それ結構やってたけどね、2回打って2回当たるとか、うんうん、結構当たった感じですね。で、SS が6ターンなんですけど、うん、2体以上ミューズを編成すると、うん、この乱短縮弾が当たって、うん、毎ターンストライクショットを回すことも可能
超下振れなきゃね、確実ではないですけどね、うんうん、まあ、かなりの確率でこれ5発出るんで、うんうん、そのなんか一周する間に2発ミューズに当たってくれれば、うんうん、OK っていう感じなんで、まあ、2体以上編成したら回せるんですけど、1体だと、まあ、貫通で動かなきゃいけない時もある、うん、ので、1体だとね正直あんまり微妙でしたね、うんうん、強いけどいた方がいいんですけど、うん、革命ってかは起きてない別に、うんうん、ちゃんとやらなきゃみたいな、ね、うん、めっちゃ強いんですが、うん、なんかちょっとストレスはあった、うんうんうん、今お前貫通なのかいみたいな、うんうん、ボス殴るときに SS ないと何もできないね、ボス殴るときはねちょっと貫通だときついね、うん、やってみた感じだと雑魚処理はね貫通でもできるんですけどね、うん、でまあほんと1体だと結局やっぱあそこってボス2が難しいと思うんですけど、うん、ボス2のなんかこう左下と右下になんかこう押してなんかやかましいやつ、うんうん、あそこの難易度っていうのはそんな変わんないかなって感じだったんで、うん、1体だと1体だと、うん、まあなんだろう、まあ革命は起きてないって感じ、うん、ただやっぱり2体以上だと SS の回転率っていうのが大幅に上がって楽になっています、うん、手間にが、うん、で俺はやってないんだけど、うん、3体はマジ革命っていう話、うん、俺3体やったけど俺もう来月からこれです、はい、もうね SS でやっぱりね1体でも鎌足りは欲しいなと思った、なんなら鎌足りの2段階のポンポン打つ的な感じもできてしまうので、まあびっくりしますよ3体はちょっとなんか1体でもさあるし、2体への、うん、2体から3体の差もあるっていう感じ、うん、まあ、詰めば詰むほど楽になるんだけど4体はやりすぎかな、ね、1体は鎌足り欲しいなっていうイメージ、まあ、鎌足りの決定力というか、うん、そう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 、うん、安心感、安心感ねは欲しいな、まあ、友情とかで壊してるわけじゃないからさ、うん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 、うん、まあなんか普通にちゃんとやらなきゃいけないところはあるんで、うんうんうん、まあ、1体はまあ鎌足り、まあ、重ねたら強いしね、このアクセラレーターとその加速状態、加速状態、うんうん、2段階目だったらね続継続するんで鎌足りも、それとかも生かすと、うんうん、ミューズも生かせて鎌足りも生きるみたいな感じでいい感じでしたね、うん、あ、ちなみにねミューズのストライクショットはあの減速率緩和が2段階目とかは入ってますめっちゃ動く、はい、ボス2とか超楽、横でいいでも、うん、そう、なんか3体で2段階目溜まってるとこうなんかあそこってね基本的に縦で削ってくださいみたいな感じだけど、うん、ミューズ3鎌足りだともう横でも、もう全然全然余裕と余裕、うん、いう感じになってますので、革命を起こすには3体必要、うん、まあ、革命起きてるのかな、うん、まあ3体だと楽、うんうんうん、相当、うん、なんですよね、うん、まあ、とにかく天魔2をぶっ壊すためには複数体必要、複数体欲しいですね、はい、それは間違いない、でちょっとねコストがかかるかなとは思います、高いね3体揃えるって高いと思いますね、うんうん、まあ2体、まあ、2体でも全然2体プラスフレで、うんうんうん、いいんですけど、だから自陣で2体揃えなきゃいけないっていう、うん、ちょっと3体だったね、まあ、でも2体でも十分楽でしたけどね、うんうんうん、俺は個人的には鎌足り読みより楽だったけど、うんうんうん、なんかそういた方がいいんだけど、うん、なんか今普通に勝てるんだったら狙うほどじゃないかもって感じ、うんうん、毎回鎌足り読んで一発で勝ってる人はいいんじゃないですか、うん、なんか、うん、そうだね、数回で勝てるんだったら、うん、金入れるほどじゃないのかな、うんうん、もちろん楽にはなるけどね、なんだろう、時給1万円とかの人はもう全然引いてもらっていいんですけど、はい、っていう感じです、うん、ちょっとコストがかかるっていうのだけですかね、はい、いたら、いた方がいいけどコストがかかるよと、自分の財布と相談してください、うん、あとマホロバと合わせもできますと、うん、爆発持ってるからね、はい、もうアルキメデス使わなくていいです、アルキメデスは本当にそろそろ、ね、引退してもらって、はい、アルキメデスが引退だけど神ね同族なんで、うん、マホロバと、うん、マホロバとマジ合わせる、うん、いいよねこれは、なんで守れるし、たくさん相方がいる感じですね、マホロバカマタリと、うんうんうん、いう感じで、そうカマタリポンポン打てるも強いし、マホロバの誘発できるも強い、うん、といった感じです、うん、はいはい、まあ俺は1体でやってたけど、うん、まあ結構相方選ぶなって感じがした、うんうんうん、やっぱり木崎玲二とか、うん、
ね、ツタンカーメンだと、うん、結局ひよこされちゃうんでね、うんうんうん、ひよこビームうざいっすよね、よ SS 回せたところで撃てんけどってなるから、うんうんうん、なんで、まあ、基本的には、まあ、天狗だったら、まあ、そもそもアンチマ法人持ってるやつじゃないと、うん、だからせっかく溜まってても打てないなっていう状況になりがちだったかなって思ったの。俺サタンアルファ1体入れて、うん、ミューズ3体やったんですよ、うん、まあオールアンチ常に打てるんで、うん、あこれ死なないわって思って途中までやったんですけど、うん、ボス2でヒヨコビームサタンアルファ食らった瞬間に死亡確定したんですよ、うんなるほどね。そうそう、だからパーティーだから3アンチ魔法陣持っててオールアンチだった8ターンのやつだったら、うん、適正になるなここって思った。ミューズと合わせて、ね、そう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 、まあ今後そういうの出てくるかもね、工場とかで、うんうんうん、うん、まあ、だけど本当にあのヒヨコビームがうざすぎて、うん、ちょっとやかましかったっすね、うん、でもスニアンチは魔法陣を持ってるキャラじゃないと相方になりづらい、ジンマ2では、うんうんうん、あと3体いてもツタンカーメンは回せなかったんだよな。あ12ターンだね、12ターン回せなかった、うんうんあれも合わせたら強えなと思ったけど、まあ結局ヒヨコビームの問題はあるんだけど、ね、強いかなと思ったけど、12ターンはギリ3体でたまんないから、8ターンのやつと合わせるのがいいと思う、回したいなら。結局鎌足りってことね。そう、だから鎌足りが8ターンだからそう常に打てるし、うん、3体でやってた時ビビったのが、うん、もう一周したら即殺なくても、うん、SS2 段階目打ってたりしたんだよね。でもびっくりしたんだよね。ね、そう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 、うん、上振れてね、うんうん、だからそういうことがあったから、うんうん、すごい楽だった3体は、はい、ちょっと世界違ったかなって思ってるけど、まあ、という感じで、はい、まあ複数欲しいキャラになるのでだね、うん、やっぱ1体とかだとちょっと両手話でもうあそこは革命っつって褒めることはできないかな、まだ油断できないなんですね、うんうん、と思います。ただまあやっぱそもそも鎌足り強いからさ、そうなんか好みが出るよね、ある程度そこに関しては、うんうん、なんかね、鎌足り4が組める人だったら、うん、うん、そうなりますね。ミューズ1体を入れて、それでどうでしょうって言われた時に、うん、まあ、どっちがいいかっていうのさ、うんうんうん、人によって結構違う気がする。そうですね、鎌足り4のが楽だわっていう人も全然いると思う。そう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 、うん、っていう。俺はちなみに、ミューズ、フレンドにミューズと鎌足りどっちかしか、まあ、どっちもいた時にどっち選ぶかって言ったら、俺もミューズ1体でも入れたい。あ、俺はね、うん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 、まあそれは俺もそう、うん、1体でも入れたい。そう、で4よりは楽かなと思った。うんうんうん、はい、って感じですね。といった感じです。はい、はい、あと身長が高いですね最後子供がめっちゃちっちゃいのかもしれない。子供が1メートルだったとしても3メートルぐらいありますね、ミューズは。はい、3メートル、これ立ち上がった時に膝までしかないんで、まあ、確かに、うん、まあ3メートルあるね、確かに、うん、なんかありそう、うん、でも子供1メートルない可能性がまだ残されてる、ね、子供8メ80センチでも240センチありますからね、うん結構でかい。確かに膝よりちょっと上ぐらいになるもんね、子供。うん、相当でかいよね。まあでも神だからさ、そこはなんかその人間と比べるのはちょっとそうおこがましい。そうおこがましいところはあるとは思う。神は別に3メートルあっても何ら不思議ではないですからね。そうですね。感じのキャラでした。うん、はい。そんな感じ。最後の話それ。はい。それで、なんかどっち使っていこうっていう感じはあります？希望、まあでも天魔の時期はこれこっちかなとは思いますね、うん、まあ分かりやすく、うん、まああとやっぱ普段まあホロバー結構好きなんで、うん、なんだろうな、これ相方としてはめちゃくちゃ強力だと思いますので、うん、なんかそう、俺はちょっと出会ってきてないんだけど、このアクセラレータ状態を使ってヒットストップできるみたいな話が、まあヒットストップっつうのかは分かんないけど、うん、なんか友情全段入れられる、うんうんうん、マッパンっつうのがもう昔から流行ってるんで、うんうん、まあ、フォロワーとすごく相性いいと思います。ミューズのストライクショットを打ちながら、チャージショットを打つことによってチャージショットが前段入る、うん、そうっていうことができるみたいな。そうだからワンパンまで狙えるかなと思って、うん、ステージなんかすごいそれが役に立つところあるかなってやってみたんですけど、うん、まあ、フォロワーの前敵が強すぎて、うん、今のところ存在しないっすね。うん、まあホロバのチャーシューで飛ばすみたいなことはあんまりないような気はする、うん、あんまないけど、まあ遊びとしてはあるかなと思ってますね、うんうん、な、まあでもとにかく爆発枠で一番いい合わせなので、うんうん、ホロバと使うならこっちだし、まあでもこちらの携帯はかなり
お世話になることになりそうな気はする。まあ長そうだよね、スピードアップだから、うん、なんかこれ補聴究極とかちょいちょい使いそう。そうですね、あ、うん、だし、まあ、未開でも毎月使うことになると思います。うん、うん、まあ、なんかセイラム出してきて、うん、ミューズ出してきてるから、うん、俺なんかこう難易度追加あったらありえそうだな。あ、ミューズセイラムでいってねみたいな、うん、まあ、なんならテンマー8でパンデモも一応いけるわけじゃないですか、うんうんうん、みたいな感じもあったから、ちょっと匂わせてんなとも思った。手間追加が、うん。だってセイラムとミューズちょっと相性がね、バチバチすぎるんで。バチバチすぎるね。うん。うん。おつこまみたいになってるからね。おつこまみたいになってると思いません。うん、だってこいつでスピードめっちゃ上げてセイラムでぶん殴ったらめっちゃ強いぞ。そうですね。だってあいつ超バランスにできるし連撃持ってるでしょ。えぐいと思う。普通に強いと思う。うん。強いよ。でこいつはなんか超ダメオーワーブなんだよね。火力半端ないじゃん。なんなら普通の砂ぐりセイラムが強い。そうですね、うん、レベルなんで、まあバブリーがあるからそこはちょっと比べるのが難しいんですけど、うん、なんかパッと見こっちの方が殴りは強そうだなと思ってるので、うん、合わせてね使っていきたいですね、うん、まあ、もし僕が引けたら基本は多分こっちで置いとくと思いますね、うん、この反射の方で、うん、で、天魔の時だけ完全にするみたいな形にすると思います。俺結構ずっと完全に置いとくかも。うんうんうん、爆発枠としてもめっちゃ優秀なんで、うんうんうん、だからルナ的な使い方もできそうじゃない。まあ短縮弾がね、そう短縮もあって、うん、まあルナが優秀だからルナ使うか、なんでもないっす。貫通のルナだと思えばまあ、うんうんうん、いい方なのかなと思って、うん、ガッチャ引いた方がいいですか、あの、ね、今の段階で。ちょっとセイラムがもうなんかミューズいないと勝てねえわみたいな感じには多分ならないとは思うんで、うん、あとやっぱ複数引きたいっていうのがあるんで、なんだろうな、まあ、あとフラパ前っていうこともね、だからモンストドリームデイズっていう前もあるんで、ここは一回無理しなくてもいいんじゃないかなって自分は思ってます。はい、はい、今すぐ引かなくてもまあいいんじゃないかみたいな。ポーズムさんは？俺も別に今すぐ引かなくてもいいんじゃないかな。引いたじゃないですか。いや引いたけど気に入った気に入ったけど、まあご祝儀ってもうミューズがこうくれたから、うん、倍にし3倍にして返してたんだ。あと一応この中で1体しかいないわけですから結果ね。はい、どうですか？ゼンツゼンツ本当は？まあ別に、なんだろうな、俺はコイルは引いとくべきだなと思ってるけど、まあでも毎月引けるやつなんで、まあ、うん、そう無理はしなくてもいいかもしれないですね、うんうん、劇場ってちゃんとピックアップくるじゃないですか。そうですね、うんうん、だからね、うん、お財布事情でそこは、うんうん、いつも引けるキャラなんで焦らず、はい、ただねこっちは確実にお世話になるからね、まあ俺は俺天魔にで普通に楽になったんで、そっかそっか、うん、引いてよかったなっていう感じ、うん、はい、という感じでございました。はい、まあ、天魔に楽しくなると思う、うん、普通に楽しい、ポンポンせず打って、うんうん、安心感ある、うんうん、はい、という感じで以上になります。はい、はい、我々メンバーシップやっておりますので、そちらもね、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。それでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。